東運河はフランス北東部の運河である。この運河は1874年から1887年にかけて建設され、総延長は 394km ある。この運河はムーズ川とモーゼル川を結ぶ北区間とモーゼル川とソーヌ川を結ぶ南区間の2つの区間に分けられる。2003年にこれらの区間は正式に それぞれムーズ運河、ボルジェ運河と解消された。ムーズ運河北区間は、アルデンヌ県の地面に始まる。その後ムーズ川を遡る形で、ムーゾン、フィメ、ルバン、ヌゾンビル、シャルルメジエール、スダン、ステュネ、ベルダン、サンイコールミエル、コメルシーを経て、トルセデ、マルグライン運河と接続する。この区間の延長は 272km である。 北区間の大部分はムーズ川を回収して運河にしたものである。ボルジェ運河開設当初、南区間の起点はトゥールであり、この町で東運河はマルヌライン運河と分岐していた。その後モーゼル川のヌーブメゾンまでの 27km の区間がより大型の船舶が通れるように回収されたため、東運河のトゥール、ヌーブメゾン間は現在モーゼル川の一部とみなされている。 運河は、シャルムとタウンレボーを通ってモーゼル川に沿って登り、エピナルの北にあるゴルベでモーゼル川の谷を離れる。運河は、レフォルジュを通って、ユズマンの近くでコネ川の谷に入る。その後、コネ川に沿って下り、オートイコールソーヌ県のコールでソーヌ川と合流する。ここが、南区間の終点である。この区間の延長は123キロメートルである。ありがとうございます。